Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur FF14. On s'était donc laissé avant de parler à Lisp afin de débuter la mise à jour 4.5. C'est ce que nous allons faire de ce pas. グリダニアの幻術シキルトにも協力を求めてみんなの治療を試みてきたんだけど、結局倒れた原因すらわからないまま、依然として彼らの意識は戻らず昏睡状態が続いているわ。こんな時頼りになるヤシトラやウリエンジェがことごとく倒れちゃってるのは痛いわね。アルフィノの安否もわからないままだし、どこから手をつけて何を糸口にすればいいんだか。だいぶ深刻なようね。先輩としてお役に立てればいいんだけど。クルル、体調の方はもう大丈夫なの？仲間が倒れたと聞いて駆けつけないわけにいかないでしょ。私だって暁の一員だし、あなたの大学時代の先輩なんだから、少しは頼りにしてほしいものだわ。そうか、そうよね。ありがとうクルル、とても心強いわ。それにしてもアルフィノ君が帝国に向かうなんてね、相変わらず突飛なことをするもんだわ。彼が魔法大学に入学した時の自己紹介を覚えてる？私には夢がある。それはこの世界を救済することだ。さすがに今では恥ずかしがっているけれど、当時のアルフィノ君は本気だったし、今でも真剣に世界の救済を実現しようとしている。そうね、アルフィノは昔からバカみたいに一貫してるわ。でもたまに大きな失敗もしでかすから心配なのよ。大丈夫、彼は思っているよりもずっと大人になったわ。誰かさんのおかげでね。でも自己紹介の件をバラしたことは内緒よ。Je peux pas le promettre ça. Pourquoi le promet? みんなの容体を見させてもらうわ。奥の部屋でいいのよね。集中することになると思うから二人はここで待っていて。3人とも肉体的には健康そのものね。一見深い眠りについているだけにも見えるわ。ただどういうわけか彼らの肉体からは全く意志の力を感じ取れなかったの。まるで魂が抜け出してしまったかのように。それってカヌエ様も同じことを言っていたわ。アリゼからの報告書は読んだんだけど、あなた以前に霊の声を聞いた時、違う空間に立っているような感覚に襲われたのよね。それを魂を構成するエーテルそのものがどこかに呼ばれているのだと仮定すれば、
以前サンクレットさんの捜索をした時のように意志の痕跡をたどることで何かがつかめるかもしれない。消えた魂を探すなんて雲をつかむような話だけれど、本当にそんなことができるの？確信はないけど、やれることはやっておかないとね。とにかく試すには水晶の目が必要だから、的親様のもとへ向かいましょう。Maître Matoya, bordel, ça fait longtemps, elle. Qui dit l'est ? On prend les territes pour pouvoir sortir et on vole à travers l'arrière-pays de Travania. Ça fait longtemps.Parce que je me mette sur le côté let's play, hein, les bas restants en général. Juste celle en dessous, de monter jusqu'en haut.C'est toujours la musique des environs. On a l'air. Musique de Matoya.Plaisir. Ah, c'est pas ici. Oh, sérieux. Oh putain. Quand on me dit qu'on va chez Matoya, bah je vais chez Matoya, moi. Putain. Allez, c'est reparti. Aller-retour inutile parce que. Ah, on va devoir sûrement finir ici, quoi. Tout simplement parce que j'ai pas fait attention. Allez, allez, allez. Ah, bah là, ça va.Ah, c'est pas vraiment un aller-retour inutile, je pourrais le dire. C'est intéressant ça. やれやれ、またお前たちかい。一向にお迎えは来ないのに、厄介者ばかりやってくるもんだ。ふん、ルベユールの小僧かと思ったら小娘の方とはね。あ、お言葉ですけど、いくらおじい様の知り合いだからって失礼じゃない？よしよし、小娘はそのくらいでちょうどいいのさ。シュトラなんて野良猫同然だったもんさね。辛気臭い面なんぞ老いぼれに任せておけばいいんだ。
で、今度はどんな厄介事を持ってきたんだい。マトーヤ様、もう一度水晶の目を、古の光のクリスタルをお貸しいただけませんか。あのシュトラが、ねえ、わかった。やんちゃな野良猫でも弟子なんだ。わしより先に死なせるわけにはいかない。それじゃあ、私の超える力をこの水晶の目を通して発言させてみるわ。賢人のみんなが混沌した場所から念入りに意志の痕跡をたどってみる。みんなの魂の行方は？ダメ、わからない。一体どういうこと？何が起きているというの？ねえ、わかる範囲で説明して。感じ取れないんじゃないの？意志の痕跡がプツリと消えてしまっていることがはっきりと認識できるのよ。まさか魂が消えてしまったってこと？そんな。肉体だけが生きていて魂がないなんて、まるでアナッタ族のカリアナの族長の娘じゃない。いえ、それは違うと思うわ。アナッタ族の娘さんの場合、肉体を含めて一度死を迎えてからラクシュミに復活させられたはず。ふん、早合点はいけないよ。肉体が生き続けていて衰弱の兆候もないのなら、魂もまたいずこかで存在しているはずさ。だとするとみんなの魂は一体どこへ？死してエーテル界に帰ったのでもなく、さりとて痕跡がない以上、さてどう探せばいいものか。調査は振り出しに戻ったみたいね。でもみんなの魂は消えてしまったわけじゃない。それごめんなさい、通信だわ。はい、わかった、すぐに行く。リセから緊急の知らせよ。アラミゴに帝国の民衆派が亡命してきたって。それもあのマキシマ大使が一緒らしいの。クルル、それからマトーヤ様、悪いんだけど私。やることが決まったのならさっさと行きな。若いうちは立ち止まっている暇なんてないんだ。
それじゃあ私は引き続き魂の行方を探る方法がないか調査をしてみるわ。あなたも一緒に来て。やれやれ、またかい。ここ最近魔法仕掛けの放棄の動きが弱くてね。そういえばヤシトラとウリエンジェも各地で環境エーテルに異変が起きていると言っていたわ。サリャク川のデカ物の影響じゃないってわけかい。何やら嫌な予感がするね。とはいえ闇雲に恐れを抱いても始まりゃしない。今はやれることを順繰りに片付けておやり。Maxima, lui, a réussi à revenir à première vue. Alors qu'il était avec Alfie à la base. C'est vrai qu'on l'a pas vu lors de la dernière cinématique. A voir. に呼び出したりしてごめん。牧島さんからアルフィノの名前が出たからすぐに連絡しなきゃと思って。これはお久しぶりです。まさかこちらでお目にかかれるとは。兄はアルフィノはどうなったの？よく似ておられると思いましたが、ご身内の方でしたか。ご安心ください。おそらく彼は無事です。おそらくってどういう。どうか落ち着いて順を追って説明させてください。実はドマを立ってからほどなく、我々の船は永久焦土地帯の上空にて皇帝親衛軍の襲撃を受け、不時着を余儀なくされました。さらに脱出後も追撃を受けたのですが、そこで我々は
影の狩人と名乗るアシエンとの戦いを掲げる者たちに救われたのです。私とアルフィノさんを含む生存者はその人物らに同行し属州の一つへと向かいました。我々はそこで民衆派の同志たちと合流、共に避難をとお誘いしたのですが、アルフィノさんはアシエンの追跡を続けると。アルフィノはザ・バーンから脱出できたのね。それにしてもアシエンとの戦いを掲げる者たちですって。じゃあアルフィノはその影の狩人ってのと一緒に。彼らは各地でアシエンを討伐して回っているようでしたが、多くは語らず素性を明かそうとはしませんでした。その行き先も聞き出すことはできず、それでもアルフィノさんは共に行くとおっしゃいました。我々はといえば、皇帝新鋭軍から逃れるため粛清の嵐が吹き荒れる属州を脱し亡命してきた次第です。受け入れてくださったラウバーン様には感謝しかありません。たとえ敵国の民であっても、傷つき疲れ果てた者たちを突き返すことはできん。それにこちらとしても帝国の内情を知りたいのでな。それにつきましてはご報告せねばならないことが。逃避行の最中で反乱を起こした族州民たちの勢力が一夜にして全滅したという話を聞きました。相次ぐ反乱に業を煮やした軍部が新兵器を投入したとか。詳細は定かではありませんが、これ以降抵抗活動は下火になりつつあるようです。それからいくつかの属州で駐留部隊が西に向けて移動を開始したとの情報もあります。大規模な軍事行動の前触れではないかと。西へ？それってつまりアラミゴへの再侵攻の準備ってこと？いずれこの時が来るとは覚悟していたが、帝国軍の動きがこうも早いとは。ラウバーン、急いで国境の防備を固めているとは言ってもまだ準備が。分かっている。同盟各国と国境守備隊に使者を出せ。援軍の派遣を要請しつつ帝国領との国境地帯に防衛陣地を設営、帝国の進軍に備えるのだ。だが急がせたとて時間が足りん。敵軍が主任でき次第停戦交渉の使者でも出して少しでも時間稼ぎをするしかあるまい。悪いんだけど、あなたとアリゼンにはドマへ向かってもらってヒエンにこの件を伝えてほしいんだ。アルフィノのことも心配していると思うし。わかったわ、任せておいて。それじゃあ。その道、歴史ではならない。今再び霊災の時、時空を超えよ、門を開け。あなたにもまたあの声が聞こえたみたいね。でもどちらとも何ともないわ。よかった。また誰かが倒れてしまうのかと。はい、何が起きてるの？それがいろいろ手を尽くしたけどまだ分かっていないの。でも今はヒエンに知らせを届ける方が先決。
ドマ町人地に急ぐわ。Si aucune des deux n'est tombée inconsciente, ça pue pour Kryle, qui est une des dernières, si je me souviens bien. Ouais. Retour au quartier enclavé, hein, comme on l'a précisé. En tout cas, si ce mystère vous plaît, n'hésitez pas à aller liker la vidéo, c'est assez intriguant. Comme d'habitude, mon grand. Comme d'habitude, mon grand. Là, il y a du monde ici. Ah oui, il y a du monde. Ok, bah
On va se laisser ici avant d'aller vers la suite de la quête. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. Je répondrai à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, tout simplement. Bye!